S&D です。今日はスパイクを強く打つためのボールへの力の伝え方のコツを解説していきます。スパイクが強く打てない、ボールに力が伝わらないという方が多いので、今日のコツを参考に練習をしてみてください。スパイクを強く叩けるようになるポイントは2つあります。1つはボールが割れるぐらい強く叩くことです。皆さんがボールを叩くときにどれぐらいの力で叩いているでしょうか。私の場合はイメージはボールが変形するぐらい、ボールの形が変わるんじゃないかと思うぐらい強く叩いています。この左手でも支えきれないぐらいの力でボールを叩く。ある意味イメージはボールを殴りつけるような感じで一球一球打っています。ただそれが慣れてきたら綺麗なフォームで打ち込めるようになってくるのですが、大抵スパイクが強く打てない人はボールをこのように叩いてるんですけど、叩いてるだけ、はたいてるようなペチョペチョペチョみたいな感じで叩いてると思います。下でつくときもこうペチョではなくて、ボールをキャッチしなければ上に飛んでしまうような、自分の身長以上に上に上がるぐらい強く叩いてるのをただキャッチしてるだけなので、ボールを割る勢いで常にインパクトしていくことが大切です。もちろん地上でできないと上空では飛んでるので難しいと思います。なのでパス練習や対人練習の時や床でボールをつく時もそれぐらいの力を込めて打つということが大事です。一つ重要なのはボールの芯を捉えるということで、ボールを下でこのように叩いたりだとか、まあ、高度な技術になってくると横を叩いたりしますが、まずボールの中心を叩けないとボールに体重を乗せることができません。なのでこれは自分でやって感覚を身につけないといけませんが、こういう軽いペチペチじゃなくて、こういう芯が入ったような音で叩けるようになるとボールもインパクトできるようになります。補足ですが、スパイクを打つときにボールに対して手がこのように反っている人がたまにいます。そうすると一点でしかボールに当たらないので、ボールの形で打つというのが大事です。ボールに沿うような手の形を覚えてこの形で打ちに行く。ボールの形がわからない人はボールを家でたくさん触るといいと思います。ボールの形はどれぐらいですかって言った時にこれぐらいっていうようになれればスパイクがもっと打てるようになります。なのでボールが割れるんじゃないかというぐらい強く叩くことと、芯を捉えること、あとはボールに沿った形で叩くこと、この3つを意識すればボールを強く叩けるようになるので、ぜひ意識して練習に取り組んでみてください。プラス筋力アップももちろん必要です。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、Twitter もやってるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。では。